東京大学小児科の加藤と申します。私自身は小児科医として、子どもの診療と、あと子どものがんの研究に関して関与しておりますので、その視点から小児がんとゲノムということに関して勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは利益相反についてお示しをします。直接のこの内容に関与するものはございませんが、まずはこのことを前提としてお話を始めさせてください。改めてゲノムとはというふうなところだけ少し振り返ってからいきたいと思います。まずよく言われることですが、 DNA とは何ぞやというふうなことを考えると、細胞の設計図ですというふうに説明をされることが多いです。料理のレシピというふうに考えた方がいいのかもしれません。二重らせんというふうな形になっているよというふうなことが見つかってから50年以上が経過をいたしました。でこの DNA の中に遺伝子、ジーンというふうなものが書き込まれているわけです。でこの遺伝子、ジーンというのは設計図の中に書き込まれている一つ一つの材料のことなんですね。ただ実際には DNA には約30億文字が書き込まれていて、その材料の以外のところにも遺伝子の使い方が書かれているわけです。料理のレシピの中で上手に全部読み解くと美味しい料理ができるように、遺伝子を上手に使うと人の細胞ができて人の体が出来上がるということになります。遺伝子ジーンという言葉にオームという全体を表す言葉をつけるとゲノムというふうな言葉になります。正常な細胞もどん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 増えていますので、正常な細胞が増える中でゲノムにもさまざまな異常が起きます。 DNA をコピーするときに、通常は人間のコピー機すごく正確なのでほとんど間違えないですし、間違ったものは排除する仕組みがあるんですが、たまたま排除されないでそれがどんどん増えるようになってしまうとがんになるというふうなことだとお考えください。すなわちものすごく大まかにまとめると、がんに関連する遺伝子が異常になって細胞がどんどん増えちゃうとがんになるんだよというふうに思ってください。なので逆に言うと、がんはゲノム異常によって生じるがんです。ただ、前半の先生方のお話もあった通り、ここに免疫というふうな新たな要素が関与しているよということが最近分かってきました。ただがんゲノム医療というふうな点では、まずこのがんがゲノムによって生じるというふうな視点に立って医療を行います。がん細胞がどうやって起こるかというふうな元になっている間違いの仕方をよく見ると、どのようながん細胞の性質があるかということが分かります。どういうふうにレシピを間違えたらどんな出来損ないの料理ができてしまうかということが分かるのと同じようなイメージです。このことを診療に応用するのがゲノム医療です。さてここまでの前提を踏まえた上で、私の本題である小児がんのことに移させてください。小児がんの特徴をいくつか改めて考えてみました。まずは稀なことですね。多くの方に聞かれても、子どもでもがんになるんですかというふうなことをよく実際に私たちが小児がんの診療上で聞くことがあります。実際に小児がんの患者さん、日本では年間に2000人ぐらいですね。全年齢のがんが約年間に100万人ですので 0.2 から 0.25%、 非常に稀ながんではあります。ただ小児がんというふうな病気の名前があるわけではありません。さまざまな希少ながんをようやく全部ひっくるめて小児がんというふうな希少な集合体になっております。その内訳も成人とはちょっと異なりますが、さまざまながんの集合体ではありますけれども、小児がんには共通した特徴があります。一つは幸いにも薬が効くことが多いですね。なので薬による治療、化学療法で一定の治る確率が見込むことができます。決して小児がんは治らない病気ではありません。治そうと思って取り組みましょうねというふうなことを私たち常に患者さん、親御さんにお話をしております。実際に先輩たちの努力の賜物によって治る確率はかなり高くなってきました。ただ残念ながらまだまだ治らない子どもたちが多くいます。全国の小児のいわゆる亡くなってしまう理由の上位を常にどの年代でもがんというふうなものが占めておりますので、私たちの目標はいかに治せる子どもたちを増やすかというふうなことが一番あります。ただ一方で、子どものがんの特徴として、子ども治った後に5年10年だけではなく30年50年80年と元気に生きていってもらわなければいけないので、治すだけではなくていかに元気に治すかということが小児がんにおいては非常に重要になります。ではこの小児がんとゲノムの関係に少し踏み出させてください。一般的に言うと、がん細胞に起きているゲノム異常をいろんな研究とかで調べてみると、がん細胞に起きているゲノム異常が少ないというふうなことになります。言い換えると、これは小児がんとゲノムの関係がないわけではなくて、がんになっているということを考えると、少数のでもすごく大きなゲノム異常によって起こっているというふうに考えてください。ですから逆に言うと、一つ一つのゲノム異常がそれぞれのがん細胞の性質にすごくよく関係しているということになります。ですので、先ほど河野先生から治療にも使えるよというふうな話をしていただきましたが、小児がんでもちろん治療には使えます。ただそれだけではなくて、診断とか
予後予測というふうなことに使います。ちょっと分かりにくいので具体的な説明を足させてください。例えば何かこういうふうな腫瘍にはこういうふうなゲノム異常が起こりやすいよ、こういうふうなゲノム異常が起こるのはこのがんだけだよというふうなものがあります。なのでなんだかよく分からない塊を取ってみてゲノム検査をしてみました。 EWSR1 フライ1というふうな異常が見つかった、これは有因肉腫なんじゃないかというふうな形で診断をサポートすることができます。また同じように同じ病気だったとしてもゲノム異常、どういうふうなゲノム異常があるかで薬の効きやすさが大きく違うことがあります。例えば全く見た目は同じ白血病なのに HB6ANX1 というふうな異常が見つかると治る確率が相対的には高くなります。決して再発しないわけではないので十分な治療は必要なんですが、無理に治療を強くしていく必要はありません。普通の強さの治療がベストです。一方で TCF3HLF というふうな異常が見つかってしまうと非常に手強いです。通常の治療をそのままやるだけでは治らない確率が非常に高いので治療を強める、もしくは新たな薬剤を試みに投与するというふうなことを考えていく必要があります。このようにさまざまなバランスを取りながらその治療をいかにいいものを選ぶかというふうなことが大事になります。ですから子どものがんにおいてはゲノム検査ともちろん他の検査も含めて全部ひっくるめて考えて、どういうふうな治療をどれぐらいの強さでやるかというふうなことをゲノム検査をもとにして判断していくということがとても大事になります。でこのことを踏まえて小児がんにゲノム検査が大事だよというふうなことが実際のゲノムプロファイリング検査、先ほど近野先生紹介していただいた保険診療の中で行われている数字からも見えます。ゲノムプロファイリング検査は近野先生言っていただいた通りまとめてたくさんの遺伝子を検査できるとてもいい検査です。診断と予後予測、そしてもちろん治療標的と今日は話をしませんが他のいろんな要素にも使うことができます。これらで小児がんの目標である再発率の低下と合併症の最小化の両方が達成できるわけですね。実際に CCAT のデータを6万人まで今いったということでおめでとうございます。6万人の中を見ると実はですね約 3% 弱の子どもたちが検査を受けた人に含まれています。 3% 弱かというふうに思うかもしれませんが、先ほど言いました小児が 0.2% ぐらいなんですね。なのでいかに小児がんに対してもゲノムプロファイリング検査の期待値が高いかということがこれからも分かると思います。ただ小児がんに関してゲノム解析をする場合にはちょっと気をつけなければいけないことがあります。一つは遺伝的な背景、いわゆる遺伝性腫瘍というふうなものが小児がんを検査するとあり得るということなんですね。通常がんが起こるときには遺伝子の異常を獲得していきますという話を先ほど僕申し上げました。なのでいろんな細胞の中でゲノム異常を獲得していったものががんになるわけですね。ただ中にはそうじゃない方がいらっしゃって体全体の細胞に最初からゲノムの変化がある方っていうのがいらっしゃいます。そういう方は最初からゲノムの変化をもうすでに持っているので一歩目がんにこう少し近づいている状況からスタートしますので、そもそもがんになる確率も高いですし複数回がんになる確率も高くなりますし、実際に精子や卵子を通じて下のお子さんに伝わることで家族でがんを発症する確率が高くなるということになります。こういうふうなのを遺伝性腫瘍というふうに言うんですが、昔から例えばリー・フラウメニ症候群とか遺伝性網膜下細胞腫というものが知られていました。ただ知られていたんですけど、あ、そういうのがあるよね、でもすごく少ないんだよ、稀だよ、そういうのがあるってみんな知ってるんだけど稀なので自分たちには関係ない例外なんだっていうふうにずっと思っていました。ただ実はがんゲノムプロファイリング検査、がんゲノム研究が進んでいくと全然違うということが分かりました。たくさんの遺伝子を検査するとこれまで全然そうとは思ってなかった遺伝性腫瘍だったということが分かるようになったんですね。実際にいくつかの研究があるんですけど、全部大体平均すると小児がんですよっていうふうに言われた患者さんたち見るともう 10% 弱ぐらいが、少なくとも 10% 弱が遺伝性腫瘍となるような背景を持っていたということが分かりました。あ、そういうのってがん家系の人なんでしょう、必ずしも全然そうではありません。家族にがんなんて一人もいないのに遺伝性腫瘍だったというふうなことがあるということが分かってきました。ですから私たちががんゲノム医療、がんゲノム研究をしていく中で知らなければいけないのは、小児がん患者にはこれまで想像していたよりもずっと高頻度で遺伝的な体質背景が関与しているということです。でこれは実は小児がんだけには限らずに成人とか綾がんでもこういうことが
が言われるようになりました。なので実際にがんゲノム検査をする場合には、まあ、そもそもがんを発症した患者さんたちに対してがんに関連する遺伝子を検査するんだったら、がんに関連する遺伝子背景があるかもしれないんだよ、みんなあるんだよというふうなことを前提として検査を知らなければいけません。でここちょっとさらに気をつけましょう。遺伝っていうふうな言葉はいろんな複雑な要素をはらみます。そもそも遺伝に関係するってイメージがなかなかつかみづらいんですよね。親が〇〇だから子供もその子供も〇〇みたいなのはすごく分かりやすいです。なんかそういえば優勢とか劣勢とか最近言葉が変わったみたいな話があったりとか、昔の教科書を引っ張り出すとエンドマメって書いてあるみたいなイメージが強いかなと思います。実はそこまで分かりやすいものでは全然ありません。遺伝性腫瘍っていうのは親が〇〇だから子供も〇〇みたいな必ずがんになるものではなくて、がんになりやすい、がんになる確率がやや高いっていうふうなことで、どれぐらいがんになりやすいかというふうなのはその遺伝的な体質によってすごく様々なんですね。でそう考えると、そもそも病気とか異常って何だろうっていう話になるわけです。必ずがんになる人がいたら一応現状では病気として名前がつきますが、実際には今2020年ぐらいの集計ですけど、日本人大体まあ 5,6 割の方でみんながんになるわけです、腫瘍がどっかで。そう考えると 100% がんになる人は異常なのか、 75% がんになる人は病気なんですか、逆に言うとがんに絶対ならない人がいたらそっちの方がむしろ病気なんじゃないかとまで思ってしまうわけです。で、じゃあがん以外の病気も当然あるわけで、遺伝子の配列を調べていった場合にどっからが正常でどっからが異常なのかっていうことはそもそも全然わからないわけですよね。ですから検査をしてがんになりやすいよってことが分かったときも、それを例えば異常みたいな言葉にイメージに直結するような変異って言葉を使わずに、バリアントっていうような言葉できちんと説明をしたり、遺伝的な体質だとか背景とか特性だよっていうような形できちんとそこを上手に理解していただいて説明をするというふうなことが大事になってきます。なんでこれがすごく大事かというと、 BRCA1,2 の話はこの後少し出てくるかもしれませんが、そういうふうなことを知ることで役に立つよってことが分かってきました。実際にがんのなりやすさというふうなことを知ってあげれば、今起こったそのがんに対してもどういう治療がいいんですかというふうなことを選択する参考になりますし、がんになりやすいんだったら定期的に検査をした方がいいですよね、タバコ絶対やめましょうとか、そういうふうなことをきちんと自分の生活に生かすことができるわけです。がんになってないご家族に対しても気をつけることができるわけですよね。このあたりみんな他の病気ではされていて、例えば血圧が高めなので運動をちゃんとしようねみたいなことをみんなされてるのを、がんに対しても同じことをすればいいわけです。ですからかつては遺伝的な背景、遺伝性腫瘍はすごい稀で特別なものだっていうふうに認識されていたので、がんゲノム検査を行って小児がんに対して遺伝的な背景が見つかっちゃうんだよとか、小児がんになったのでしかもそんなことまで言うのかわいそうだよみたいなことがあったんですけど、いやそうじゃないですよ、普通のことの一つなんですよ、個人のそれぞれの特性なので、むしろ健康管理に役に立つことなんですよ、子供で多いかもしれないけど大人でもあるんですよ、知らないでいる権利はあるので、それをもちろん保障しながらも健康管理に役に立てる情報として前向きに捉えるようにみんなで考えましょうね。不安なことは認めますから、そのことに関してじゃあどうやってやっていけばいいか、ここからどうすればいいかを前向きに考えましょうねっていうのことが必要です。でこういうふうな考え方はやはり医療者もしくはその患者当事者だけではなくて社会みんなで知ってもらうことが必要だというふうに思っていて、僕の個人的な目標はこういう話が中学校とかの教科書に載ってもうみんな当然のように知っているみたいな時代になったらすごく嬉しいなというふうに思っています。さて後半少しお時間いただいて、じゃあもう一回ゲノム医療の話に戻ります。小児がんに対してゲノム医療役に立つってこの前加藤が YouTube で言ってみました。うちの子供ががんになったのゲノム医療受けますか、受けられますかって、これもすごいよく聞かれるんですけど、実際にはゲノム検査っていうのは役に立つよってことは分かっていたので、ゲノム検査自体も普通に小児がんの診療の中でやられていました。役に立つ遺伝子も役に立つって分かっているので、それも先輩たちがきちんと検査として作ってくださっていました。ただこれまでは遺伝子一つ一つ検査してたんですね。なのでもう一個一個検査していくと時間もお金もかかります。検査終わりました、結果でも1年後ですよ、これだと意味がありません。これが効率的になったよっていうことがゲノム医療のいいところなんですね。あとは医療として導出することで研究っていうふうなものに依存しなくなったっていうこともすごく大きいと思います。より効率的にゲノム検査を安定的にできるようになったよっていうことがゲノム医療の一番大きな成果だというふうに思っています。なので特別なものでは全然ありません、すごくでも役に立つものというふうな認識でいてください。じゃあゲノム医療できれば何でもいいんですか、これは逆にゲノム医療を抑えるような方向でも恐縮ですけども、そうではありません。一つは例えば治療標的になるものが見つかりましたって言っても、
小児の場合にはここに大きなハードルが一つあります。薬に小児には適用が通ってないんですよというふうなものがあるわけですね。で、皆さんやっぱりお薬を新しいお薬を承認するときにそれ絶対安全なんですかみたいな話が必ずいろんなものに出てくるわけです。ただ小児がまれなので、小児がに対して使うことが少ないので、それも絶対に安全ですよ、もう1万人に使っても安全ですよみたいなことを小児で取ることは絶対にできないわけです。ですからここにドラッグラグの原因があるわけですね。このことを踏まえて、じゃあ子どもたちに対してどうすればいいかというふうな小児がんに特化した制度を作っていく必要があるというふうに思っています。ただもし薬が使えたら全部解決するんですかというと、そういうものではもちろんありません。今ある治療がもう先輩たちが打ち立ててくれた素晴らしい治療があるので、その治療に比べてもう立ちどころに治るような特効薬であるとは全然限りません。よく効く薬ですよって言っても、現状ゲノム医療から出てくるような薬はそれだけ飲めば立ちどころに治りますよって薬はありますけど、まだ少ないです。縮めるが限界のこともありますので、いろんな薬剤との比較をしなければいけません。子どもなので30年飲みましょうみたいなのは現実的ではないですよね。あとはその1個だけの薬だけで解決できる病気ではないことも多いので、複数の薬の中に組み合わせていくためにはどうすればいいかというふうな議論があります。なので今ある治療と比べてどうですかというふうな議論が必ず必要になります。あとはどういう治療を目指すんですか、治癒を目指してるんですか、生存率を延長させようとしてるんですかということでも薬剤の選択のバランスは変わってくると思います。このあたりを先ほど話があったエキスパートパネルというふうなものでは推奨度の強さで表しています。あくまでも今の治療と手に入る治療の中の一つとして考えていく必要があるので、ゲノム医療もすごくいいものだと思ってますが、結局はそれだけで全部解決するわけではなくて、選択肢が増えるよ、でも選択肢増えること自体はとてもいいことだよというふうな位置づけで考えてください。でただまだまだ課題、言い換えると僕ものすごく前向き思考なので伸びしろがたくさんあります。一つはやっぱり制度がまだまだ準備されていないですよね。診断に使いたいということは、先ほどの適用の話になった標準治療が終わった後診断してもしょうがないわけで、小児がんに対してはやっぱり診断の時から使いたいっていうふうに思っています。だこの話はちょっと長くなるので、あとさらに検査の開発の方の話、残りの時間でさせてください。より適したゲノム検査ができるといいなっていうふうに思います。やっぱり今のゲノムプロファイルの検査はあくまでも成人のために開発されたものなので、小児のがんに対して必要な遺伝子が十分に組まれていませんでした。ただこのあたり今ちょっと解決の兆しがあるので、これは次のスライドでお話をします。あとはがんゲノムの結果すごく複雑なので、小児がんに対して詳しい、言い換えると小児がんゲノムオタクの育成がとても大事です。でこういうふうな小児がんに対するゲノム医療の仕組みとかを一個一個よくしていったいんですけど、小児がんまれなので一つの診療施設だけで頑張っても全然限界があるんですね。なので小児がんに対してはみんなもまれなので一人だけでやってもしょうがないってことをよく知ってるので、日本全国の小児がんを診療する施設がグループを作ってみんなでやろうぜっていう仕組みを小児がん研究グループ JCCG として作っております。なのでこの JCCG でもゲノム検査を行いました。先ほど真野先生からも一言言っていただきましたけども、小児がんのゲノム診療を全国でやれるようなプラットフォーム、土台を作ろうねというふうなことをやってみました。でやってみてどういうところに意味があるのか、どういうところに問題があるのか、何が必要なのかというふうなことを去年約1年間かけて200人強の小児がんの患者さんたちにご協力をいただいて、小児がんに対してゲノム検査をやったらこんな意味があるよとか、こんなところにまだ課題、伸びしろがあるよというふうなことを見つけることができました。ただここに対してもう一歩今進めたいというふうに思っております。あくまでもパネル検査はこう効率を重視してこうポツポツポツと大事なところを見ている検査ですが、今どんどん技術が発展しているので全部見てもそこまでの負荷がなくなってきました。ですのでいっそのこと全部見るようなこの技術を上手に使えるような時代になればいいなというふうに思っております。同じように小児がんの患者さんたちからお話をして検体をもらって検査に出します。きちんとした診断をつけた上でゲノム検査を行って、ゲノムオタクたちがレポートを書いて患者さんに返して、こういうふうな診断とこういうふうな予後予測なのでこういうふうな薬を使ったらいいんじゃないんですか、あなるほど、担当医の先生と議論してそうですねってところを診療に生かします。ただこれだけではなくて、きちんと検体を取っておいて情報を集めておくと、その目の前の患者さんたちだけではなく新しい薬の開発、新しい治療の開発になって目の前の患者さんに役に立てると同時に5年後、10年後、30年後、もう僕が生きていないような80年後の子どもたちのために役に立てられるんじゃないかなというふうに思っています。
今ドラッグラグというふうな言葉がすごく問題になって、認識していただいてとても嬉しい限りなんですが、検査にはやっぱりラグがあるんですね。検査技術の進歩が診療の導入に追いついていませんので、ここを解決していきたいというふうに思っております。それは診療だけではなくて研究にも生かして、その結果がさらに診療にフィードバックできるというふうに思っております。というわけで、できるといいことがあるかなと思いつつ、当然皆様ご存知とそれだけでは全部ではありません。ただこういうふうなことができることで、全ての小児がん患者が必要なタイミングでベストな検査を受けられるようになりたいなというふうに思っていますので、ぜひ皆様のお力添えをお借りしたいと思っています。というわけで最後のスライドになります。一番言いたいことは真ん中のところですね。小児がんにおいてゲノム検査はとても役に立ちますが、もう普通の検査になっていくというふうに思いますので、そのために必要なものをある病院とかある地域とかだけではなくて、全国で医療者だけではなくて社会全体を使って作っていく仕組みが絶対に必要だと思いますので、皆さんと一緒に作っていくものだというふうに思っております。最後のスライドになりますが、先ほど出したプラットフォームを作る研究にご協力いただいた皆様にお礼を申し上げて、私からのお話とさせてください。どうもご清聴ありがとうございました。